まあ、ベルの神ぐらいですか。勝つためにストラテジーを使うっていう手も、そうですね、ありますね。うん、相手がストラ選手っていうこともあって、そうなんですよ、使っていいものか、うん、ちょっと判断が難しいとは思うんですけど。さあ、選曲はですよね。リンゴフォーダウン、ポーズでしたね。やっぱりポーズでしたね。はい、おー、ブルーミン、こうブルーミンだったかなという。さあ、変われるのか。おっと、おー、そのまま行きましたね。はい、さあ、となるとウィゴーダウン、そしてブルーミンの2曲となります。これに初見曲を合わせた3曲での戦いが対象戦。まずはウィゴーダウン、いかがでしょう。はい、ところどころですね、結構密度のある鍵盤が降ってくるので、そこの精度勝負ってところはあるんですけど、はい、かなりそのワンハンドを覚えていないと、こう間違ってしまうと失点につながるような配置が多いので、うん、そういったところ、そして最後の方にですね、その同時押しから直角をすぐ回すような配置で、うん、ちょっと手が届かないとつまみの直角が抜けてしまうような、その事故要素もある。ちょっと本番では怖い配置が多いなという印象を受けます。トリデちゃん、いかがでしょう。そうですね、まあ、ウィーゴーダウン、かなり溝井選手強気な選曲だなと思いました。馬吹さんも言ってた通り、そうですね、まあ、最後にかなり事故が起きやすい配置が何回も来るので、はい、まあ、こうストラ選手どのように対応していくか、非常に見どころです、うんうん。当然ストラ選手も、まあね、溝井選手の得意曲ですから対策は取っているかと思うんですけども、はい、じゃあそのあたりいかがでしょう。まあ、対策分かっていても抜けてしまう可能性があるのが、こう事故の怖いところなので、なるほど、そこら辺、この本番緊張の中で手がちゃんと動くかどうかですね。参りましょう。はい、オン、3、2、1、スタート。さあ、みそび選手の We Go Down。スタートから BPM230 のランダから入ります。かなり高速ではあるんですけれども、この精度を保てないと、ちょっと鍵盤精度としては難しい楽曲になりますね。おそらくみそび選手はその高速トリルなども得意ですから、ハンドスピードには自信のある選手だと思うので、手を早く動かすということに関してはこの曲の強みにつながるのかなと思います。しかし、はい、今じわりと上げていってるのはシルクハットストラん、ちょっとずつ基礎精度で離している。ちょっとワンハンドのロングを押しながらの鍵盤、光らせにくいところではあるんですが、これでも差は3点。ここあたりもかなり覚えないと取れないので、うん、お、しっかりと、そうですね、今の小指で FX を取らないと両 FX が取れないような配置であったり、ちょっと対策していないと難しいんですけど、これは対策済みですね。済みですね。さあ、ストラ選手3ポイントリード。これは一個一個大事に光らせなきゃいけない。この3点差最後怖いですね。2ポイント。さあ、ここからワンハンド、かなり広い配置です。ここもちょっと覚えていないと FX のチップが取れない。しかしリード。さあ、この後鍵盤のラッシュが降ってきます。少しこのここで点差が広がる可能性はあるが、いや、うまい音が完璧。あ、ここからですね。はい、さあ、ここから自己要素、同時押しから直角、このスパンが本当に短いんです。この手がすんなり動くかどうか、本番一発抜けないかどうか。ストラ選手4ポイント。さあ、最後同時押し1個基盤でしまうと、おっと、本当にですか。またありえないリザルトが出ましたね。いや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 、ここでカウンター返しきったストラ選手。いや、マックスマイナス4。あの、みそび選手のマックスマイナス8も、うん、すごい上手いんですけれども、ちょっと異次元、異次元でしたね。強すぎるストラ選手。ちょっと言葉を失いますね、今のも。4個。さあ、しかしもうすでに切り替えている、そのストラ選手2曲目になります。ブルーミン、ここから次戦曲ですからね、はい、もう波に乗って
もうみそび選手には負けないぞと。さあ本番で出ていいスコアではないスコアを出していくストラ選手2曲目です。さあブルーミン同じような BPM 帯ですのでどちらも速い鍵盤には対応できると思いますが、中盤にですね低速から徐々に速くなっていく地帯、このソフラン地帯をいかに光らせるかが勝ちにつながるかと思います。さあここで逆転したのはみそび選手、6ポイントリード。かなりですね直角を回したらすぐに鍵盤の階段が降ってくる配置も多いので、そういったところで崩れてしまわないかもこの楽曲を制するには大事なところですね。こういった直角からすぐに階段、ここら辺は一個一個大事に光らせていきたい。タイトステーショントラスとしてはここで2曲取らなければ同点に持ち込めない。ここは絶対勝ちたいところですね。さあ直角階段、直角階段のラッシュ。さあここから BPM が下がります。さあ2点差、この無音からの同時合わせは本当に緊張するんですけどね。お互い崩しません。さあここから BPM が徐々に上がっていきます。この鍵盤をどれだけ光らせるかと、みそび選手ここで下がったか、6ポイントリード。かなりお互いが高精度で通ったので、ここからはその階段一つ一つ、そしてこの後ですね、同時にトリルを両手でさばかなければいけない配置があるので、そこで差がつく可能性も生まれる。6ポイントリード、みそび。さあこうなると最後まで怖いぞ。4点。守りきるか。さあこの4点のままトリル、これがどれだけ光るか。3-1光るか。1点。おーラス0点。ゼロとした。最後坂、この単発1個逃したらダメだ。おーだー、同点。この曲で同点。15個で同点ですよ。15個ですよ。ありえないですねこれ本当に。ここで4-8。この同点でシルクは勝利を決めました。はい、1位通過。1位通過ですね。さあとなるとみそび選手、この初見であとにはやっぱり残したくない、残したくないということで、モニターにご注目ください。さあ最終課題曲はこの曲です。最終課題曲はポリシャ・ビスニカンジルでラ・ノストラストーリアです。ドエライ、ドエライ真っ赤なゲージがありますが、 BPM248。 さあということでピークがすごいことになってます。この初見曲、印象どうでしょうね。トリデ、そうですね、まあここまでピークに振り切ってるので、うん、なおかつ BPM246、うん、いやアイスフォートレスのようなとんでもない配置が来るのではないかなと予想できますね、うん、ピークはピークすぎると。ピークすぎますね、はい、しかもボーカル曲ですので、はい、どういった楽曲なのか注目ですね。4-3-2-1スタート。みそび選手1ポイントリード。やはり非常に速い楽曲でしたね。口調がすごいポップですね。はい、3ポイントリードみそび。前シーズンのオールウィーニードイズハッピーエンドをちょっと彷彿とさせるような
雰囲気がありますね。あ、1点差。ファーストの選手が1ポイントリード。トラ選手さすが初見もいけますね。3ポイントリード。これはもうプライドバトルですね、うん、ここまで来るとこの鍵盤をどれだけ光らせるか。2点。全然差が縮まらないですね。さあ1ポイント0ポイントを逆転か。1点。0点。なんだ今のは。さあ4ポイントリードみそび選手。まだ繋いでるみそび選手。最後まで。さあ5ポイントリードみそび。これはものすごいプレーが。もしやラスト最後悔しいですね。こうなるとさあ初見曲はみそび選手が取りました。いやー、息が止まりますね。さあということでレギュラーステージ第12試合です。大将戦はまあ終わってみれば2対2で4対4ということなんですが、レギュラーステージ第12試合はシルクハットの勝利となりました。ネメシスアリーナを任せる最高の戦いを見せてくれました。激闘を見せてくれた両チームに大きな拍手をお願いします。いや素敵な試合でしたね、はい。さあ改めてシルクハットが勝利してなんと1通過でレギュラーステージ、ちょっと納得の結果ではあるかな。そうですね、そうですね、ほぼほぼ通過は確定かなというラインです、ね、はい。さあということで、シルクハットが勝利して、幕を閉じました第12試合。まだまだこの先が楽しみです。